ですね、まあ、出だしからしっかりアグレッシブにいけてたと思うし、まあ、細かい部分でもうちょっと爪が甘かったなっていうのはあるんですけど、途中もかなり離されそうになってから、まあ、最後本当選手が明日につながるようなゲームしてくれたんで、まあ、明日また、まあ、そこにはもう絶対今日の最後はつながってると思うし、自分たちのバスケットっていうのをしっかりやってまた明後日につながるように40分出し切りたいなと思います。はい、ありがとうございます。では続きまして質疑応答に移らせていただきます。質問のある方順番にお願いいたします。今日の敗因について具体的に教えていただけますか。チームルールで決めてたことが少しこう、しっかり詰められなかったっていう、捉えていいところとそうでないところを、まあ、一応作ってはいたんですけど、それ以外のところで結構取られたんで、まあ、かといってでも点数は、75点ですか、千葉さんを抑えられたっていうのは、まあ、1試合通してみれば、まあ、ある程度自分たちのディフェンスができたのかなっていうのはあるんですけど、はい、そのディフェンスがうまくいったっていう反面、攻撃の方はどのような評価ですか。そうですね、まあ、ちょっと千葉さんのディフェンスに対してアジャストできてない部分、まあ、前半はそういうのがあったんですけど、後半よりこう多分千葉さん乗ってきてディフェンスの強度も上がった時にやっぱりスクリーンしっかり使えなかったりとかっていうのがあったんで、まあ、そこはもう今日の映像を見て明日しっかりアジャストしたいなと思います。まあ見た通りですね、まあ、あとは今日病院行ってから明日どうなるかまだ分からないです。やるべきことやらないといけないし、まあ、大勢のファンの皆さん応援してくれてると思うんで、だらしない試合だけはするなというところを言って、まあ、少し、そこから、ゲームも締まったかなというのはあるんですけど、まあ、そういうのもあって、まあ、最後はもうでも行くしかないというメンタルの中でアタックが多かったから、まあ、その点数になったかなと思います。ディフェンスの強度を上げるということだけです。バスケットカウントの前に3クォーターがちょっとやはりオフェンスが停滞したように見えたんですけども、スクラム得意のスペーシングとかがあまりちょっとギクシャギシャってきたように思えるんですけども、そういったその要因っていうのはどういったところにあると思いますか。千葉さんのディフェンスの圧が結構強くなったりだとか、まあ、ピックアンドロールのディフェンスもいろんな種類やってきたんで、まあ、そういうところに対してのアジャストがなかなかできなかったというところですか。で、まあ、自分たちから動き出してスペース潰したりだとか、まあ、さっきも言いましたけどスクリーンしっかりかかんなかったりだとか、まあ、そういうところ、ほんと細かいところですけど、それがまあその3クォーターの失速につながったかなと思います。そのちょうどその3クォーターというのがファールがかさんでしまったと思うんですけど、それはなんだろう、その激しく行き過ぎたっていう見え方ですか。そんなことはないですね。激しくはもっと行ってほしいぐらいですね。はい、アジャストの部分ですか。はい、他ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。今の似たような答えになるかもわかんないですけど、ちょっとオフェンスの時にバスケットはあまりアタックできてなかったのかなと思ったんですけど、まあ千葉さんのビッグマン3人の高さっていうのが結構気になっている部分もあったと思いますけど、そこはしっかりとズレを作ってやっぱりこう判断、判断もあんまり良くなかった時もあったんで、まあ、でもセットエースの、その今スクリーンだったりスペーシングだったり言ってますけど、僕らやっぱ千葉さんと一緒ですけど、ディフェンスから流れのあるオフェンスでそういう点数を多く取るチームだと思うので、まあ、そこが出せなかったっていうのがその点数が伸びなかった要因かなと思います。冒頭おっしゃってましたけど、まあ、その中でも最後は、まあ、割合こう自分たちのゲームができたというか、まあ、自分たちのゲームというか、もう本当に明日につながるゲーム、
まあ、ずっと出ずっぱりの選手も何人かいましたけど、やっぱもう最後までやっぱ戦う姿勢というのを僕らはもう見せ続けないといけないと思うし、まあ、それが責任だと思っているので、まあ、それを見せられたので、まあ、明日につながるかなという感じはありますけど。